上小学園中学校、高等学校は、大阪府大阪市旭区にある市立の中学校、高等学校。大阪工業大学など、運営の学校法人、上小学園の設置校で、平成中期2008年に公明を、大阪工業大学高等学校から解消した。大高大高校の時代から、高校ラグビー全国大会5回制覇し、 慶光学園高校に次ぐラグビーの名門として知られるマンモス校。高知は大阪工業大学の大宮キャンパスの一角で大阪市営住宅と大阪府立、司祭支援学校に対面し、淀川の堤防と阪神高速12号森口線に挟まれた場所にある。1948年、工業高校の雪南学園高等学校として開校した。 翌1949年に普通科を併設し、1950年に大阪工業大学高等学校に改称した。改唱から半世紀の2005年3月、原点である工業科は最後の卒業生をもって廃止された。2年後の2007年5月2日、学校名を上昇学園高等学校への改唱を発表。普通科のみの編成となり、 工業分野以外への進度に対応できるコース制になったことなどを理由に挙げており、上昇という語について常に甘かけるものであり、いつも変わらず天空を飛翔する意味としている。2011年度に上昇学園中学校を併設し、中高一貫教育を実施。また、学園内3大学への進学を年150人以上を目標として、 学校関連系も強化している、大高大高校ラグビー部の長年のライバルだった、慶光学園高校が、運営法人の合併に伴い同じ学校法人、上昇学園の設置校の上昇傾向、学園高等学校となった。慶光学園ラグビー部は、ユニフォームの青色から、ロイヤルブルー軍団と呼ばれ、全国高校ラグビー7回も制覇した名門。 俳優の高橋光臣が在学中の前世紀に部員120人も抱えていたが、上昇学園の参加で進学校へ転換を図る経営方針となり、ラグビー推薦入学やスポーツクラスを廃止され入部者も激減。2019年現在、ラグビー部員は10分の1となり、上昇傾向ロイヤルブルーは絶滅の危機に比している。一方、上小学園だからグビー部は、 部員数95名となっている。学園の始まりが建築や土木関係の技術者を育成する目的だったため、学園全体の教育理念は現場で活躍できる人材の育成である。これに基づき、上昇学園高校でも教育の理念及び教育の方針を定めている。正しい判断力を持ち、自ら行動できる人材を育てる。 生徒と教員の信頼関係を築くことで個々の可能性を引き出し、その能力を最大限に発揮させる。生徒にとってわかる授業、楽しい授業、ためになる授業を追求する。基礎学力の定着を図り、進学先の専門教育に対応できる能力を育成する。就業体験、大学試験、授業などを通じて職業感を育成する。 目的意識を持って進学先を主体的に選択する能力を育成する。学校行事、課外活動を通じて健全な心身と社会性を育てる。前身は1933年3月3日に設置され4月に開校した実業学校、関西工業学校と1942年開設の節南重機工業学校。運営法人は 1926年に設立された財団法人関西工学。関西工学は他にも1940年開設の実業専門学校、関西高等工業学校と節南重機工業学校を運営していた。太平洋戦争後の1947年、法人名を財団法人、節南学園と解消。翌1948年、 関西工業学校と、節南工業学校を統廃合し、学生改革による申請の高校、節南学園高等学校が設立された。1950年、法人名の再解消に合わせ公名も、大阪工業大学高等学校に解消。2008年、同じく法人名の再再解消に合わせ、上所学園高等学校に再解消されている。在籍生徒数は、 高校3学年で、計1806名、男子1254名、女子552名。2020年、令和2年5月1日現在。なお2020年度の入学試験は、高校の募集人員に480名に対し、死亡者1170名で合格者1156名、うち10歳の入学者521名。中学校は、 募集人員105名に対し、志願者646名、受験者591名で合格者447名、うち10歳の入学者146名だった。学費など諸費用は、初年度で高校148万円、中学校134万円。これ以外に教育強化費など必要。交渉は、生徒、保護者、卒業生、教職員が一体となり、 翼となって、同じ目標、同じ未来へ飛翔していく姿を表している。効果は、2008年3月まで、大阪工業大学高等学校効果と、大阪工業大学高等学校、第二効果の2種類があった。このうち、大阪工業大学高等学校、第二効果の一部のメロディーと歌詞を変えたものが、現、上小学園高等学校校歌になっている。入学に際し、 遠隔教育オンライン授業のため、自宅に高速インターネット用、Wi-Fi 環境の整備を必要としている。1学年615人、1学年105人、程度経済芸能スポーツ。ありがとうございます。